新製品開発、うん、入りたまえ。失礼します。キネ君、その鍵を閉める癖直してくれないかな。あ、失礼しました。何か嫌だから鍵開けといてくれたまえ。かしこまりました、カチャ。口で開けた音を出すんじゃない。もういい、私が開ける。舌打ちをするんじゃない。バカなことしてないで、早く我が社の今年のクーラーの売上報告をしたまえ。かしこまりました。今年の我が社のクーラーの売上は去年の 200% 増の売上高を記録しております。 200% 増か。順調に売れております。バーン。 200% くらいで喜んでいてどうすると言いますと。もっと売らなきゃダメだってことだ。いいか、去年は冷夏で全くと言っていいほどクーラーが売れなかった。はい。それと比べて 200% 増だからって手放しで喜んでる状況ではないんだよ。もっともっと売らなきゃ割に合わないじゃないか。そういうことでしたらお任せください。客の心をがっちりつかむ新製品を用意しております。何、もうできてる。はい、ちょっと見せてくれたまえ。かしこまりました、少々お待ちください。ああ見えてもあいつは我が社のことを考えてくれたんだな。私もいい社員を持ったもんだ。あ、入りたまえ。失礼します。鍵をかけるなと言ってるだろ。失礼しました、今開けます、カチャ。だから口で言うなって言ってんだ。もういい、私が開ける。舌打ちをするな。早くその新製品というのを見せてくれたまえ。はい、これが我が社の技術を駆使して開発いたしました画期的なクーラーでございます。見たところ普通のクーラーでしか見えんか。見ていただきたいのはデザインではなく機能でございます。いいね、どんな機能がついてるんだ。現在発売されているクーラーはどんなに静かだ、音がしないと宣伝していましてもかすかに風の音がしてしまうものです。まあそれは致し方ないけどな。致し方ない、致し方ないんですか。いや、どうしたんだ急に。社長ともあらゆる方が致し方ないなんてね、そんなことで済ますんですか。じゃあ何ですか、アベリツクのヌードも出しちゃったんだから致し方ないって許すんですか。そうは言ってないよ、分かったから。ちょっと落ち着きなさい。失礼しました、話を続けさせていただきます。どんなに静かさが売りのクーラーでもかすかに音がするものです、うん、クーラーをつけながら寝ている人間にとってそのかすかな音は時には耳元で飛ぶ蚊のごとく不快感を与えかねないのです。そういうことは全く音のしないクーラーを作ったとでも言うのかな。無茶言ったら困るよカズチン。音しないクーラーなんてありえないよ。考えて物言えよ。なんだその口の利き方。失礼しました、興奮してつい。分かったから、その新しいクーラーとはどういうものなんだね。心地よい音を出すクーラーです。あらゆる研究の成果ですね、我々が発見した人間が最も心地よくなる音、この音がクーラーから出てくるようになっております。でかしたぞ関根君、早速聞かせてもらおうか。それではこのスイッチを押してください。このスイッチを押した瞬間、社長は新たな歴史の証人となるわけです。言ってくれるじゃないか。よし、その証人とやらになってやるじゃないか。押すぞ。何でしょう。どこが心地いいんだこれ。不快だよ、不快だよ。おかしいな、100人中32人は心地よいって答えたんだけどな。中途半端なデータじゃないか君。なんか臭いぞ。音だけでなく人間が最も好む匂いも出るようにしておきました。すごい臭いんだけど、これ何の匂いなのかな。食後の虎の口の匂いでございます。あー、いい匂いだ、いい匂いだ。鍵を閉めるな。